クラレンス・バーロークラレンス・バーローは、インドコルカタ出身、イギリスとドイツで学び、長くオランダを拠点に活躍した現代音楽の作曲家。電子楽器を用いた作品が多い。インド出身だが、イギリス人入植者の末裔である。コルカタ大学、ロンドン音楽大学トリニティカレッジ、ケルン音楽大学、ユトレヒト大学音響学研究所に学んだ。 クラーニフィシュタイン音楽賞を受賞し、脚光を浴びたのが事実上のデビューとなった。自由な教育方針で、ゲオルク・ハイド、ミワノ・マサヒロ、ファン・マリア・ソラーレ、サイモン・ピニントン、ガブリエル・パレ・ヨン、ブニャット・タンラの才能ある弟子を育てた。長年アムステルダムやケルンに在住し、ハーク・王立音楽院やケルン音楽大学にて、教壇に立った。 ケルンの音楽団体ギミックの共同創設者の一人、1988年にコンピューターを音楽国際会議ケルン大会の理事を務めた。現在はアメリカのカリフォルニアに在住し、カリフォルニア大学サンタバーバラ校で新しく教鞭を取り、ヨーロッパとアメリカを往復する生活を送っている。先方性とコンセプチュアリズムが大きな柱になっており、 前衛運動が終焉した1980年代には、同音連打の多く強音で叩かれるメロディーが作品に現れる。インド風の音楽を標榜してはいないものの、インド音楽の楽器の使用と、伝統音楽からの持続構造の借用は目立つ。ピアノソロのためのサグルオッティビズザルトミージーでは、シ、レ、ミ、ファの音を4分の1音下げられており、得意な倍音共鳴が、 全局にわたって展開される。その後はベートーベンやシュトックハウゼンの規制の作品の音向構造の初期設定を自らの発案したソフトウェアで展開させる作品が増える。比較的近年のトム・ジョンソンのハサミではシリアス色が抜け皇帝の三輪と同じくコミカルな視線の作品も増えた。この作品は方法同人が配布したメールマガジンの方法でも紹介された。 価格表示と出版番号はかつてのフィードバックスタジオケルンに所属していた時代のものである。ありがとうございます。